およそ2万本の竹灯籠の光で包まれる城下町。竹田市で今日から竹楽が始まりました。竹楽は県内の三大竹明かりを締めくくるイベントで、里山の保全を目的に2000年から始まりました。竹田市の城下町を彩る竹灯籠はおよそ2万本。初日の今日は午後4時に点火されると、日が沈むにつれて幻想的な空間が広がっていき、多くの人でにぎわっています。時間が経つにつれて見た感じ、風景が同じ場所でも全然違うので、とても綺麗です。紅葉もとってもいい感じにマッチしていて、すごく来てよかったです。今年は4年ぶりに屋台村などの飲食イベントも復活した竹楽。あさってまでの3日間で10万人を超える人出が見込まれています。